新年明けましておめでとうございます。佐久間秀樹です。2016年も始まりましてね、平成28年ですか、ね、もうね平成生まれの方28歳になる、昭和46年生まれの私は45歳になりますね。今年になる人ね、今44でね、まあでもね、あの長いことこうやって音楽のね道を歩ませていただきましてね、それもねこうやって皆さんのおかげですよ。ほんとね、テレビの前のあなたの、テレビの前、ね、テレビっていうか、まあ、インターネットですけど、スマホかもしれない、ね、佐久間 TV 機ね、いつも見ていただいてね、ありがとうございます。ではですね、年明け、今年は、僕にとってちょっと節目の年で、2006年に、佐久間秀樹としてただ見つめてただけの初恋でメジャーデビューしてます。ですから、すごくね、記念すべき年、10年、ちょうど10年ですね。だから今まではね、10周年っていうのはあんまりそんなに経験してなかったけど、あれですよね、さよならも言えなくてが2004年にストローでメジャーデビュー。だからあれから、10年経って2014年にね、あ、もう10年なんだ。で、だんだん記念日が増えていくわけですね、その頃メジャーになってからの順番でね。で、2005年が青い星だからね、2015年は青い星出して10年と。で、ついに、2006年のメジャーデビューただ見つめてただけの初恋から10年という今年、ね、記念すべき年でベストアルバムなんか出したいななんてことも考えてるんですけど、まあその前に普通のアルバムも出てないのでね、まあそちらの方ね出したいと思います。1月後半にご覧になってる方はもうマスカットが出てるのかな、ね、1月前半に見てる方は、まだ出てないと思います。だってまだ撮ってますもん。今ここでまさにここでこういうギターエレキ弾いたりね、いろいろして撮ってますから、キーボード弾いたりしてね。で、まあそんなねことで1月1日でございます。1月1日じゃない、1月でございますので、まずはこの歌からね。年の初めのヒットピッチャー、歌詞が分かんなかった、ね、まあ、1月ね頑張っていきたいと思います。今年もねどうぞよろしくお願いします。では、ただ見つめてただけの熱く10年ですのでね、今年はこの歌いっぱいフューチャリングしていきたいと思います、ね、早速では年始めでございます。ただ見つめてただけの初恋、今日はガットギター、ガットギターっていうのはあのイントロの音、このここはこれを弾いてるギターです。このギターガットギターって言います。ナイロン弦ですけど、これでお届けしましょう。ただ見つめてただけの初恋。黄昏の駅前で偶然に初恋の君の姿見かけた。長く伸びた髪以外は何も変わらない。遠い思い出がよみがえる。クラス替えで隣の席になった。あの頃から心が動いていた。下敷き仰いで揺れる前髪と香る風。あの日君を好きだと気づいた。校舎の裏帰る君を待った。夏のセミ偶然をよそって歩き出す道。心告げるチャンスはあったけど、ただじっと言えない。
てた声に出せば二つ道に分かれる結ばれるかぎこちない毎日かこのままでいい不器用で今だ好きでいたいただ見つめてるだけの初恋土曜日のグランド君を見てた胸ポケットに忍ばせたフォトグラフ音声の中一緒に写った笑顔一枚だけ買った貼り出された修学旅行の写真文化祭のダンスで手に触れた秋の風このまま時が止まれと願っていた長い列が回ってゆくたびに遠くなる君をずっと見つめてた卒業まで破り捨てた彼と歩く君を見た黄昏の駅前で偶然に初恋の君の姿見かけた気づいてほしいでも気づかれないようにうつむいたただ見つめてただけの初恋今でも見つめてるだけの初恋ございます。ただ見つめてただけの初恋、デビューして発売して10周年というね今年、初歌いでございました、ぜひねあの今年この歌もそうですけど新曲アルバムねマスカットそしてもちろん人生たまたま埼玉でもね、歌いながら人生たまたま埼玉たま埼玉たまをね歌いながらね頑張ります。君にも歌いますからね、そのすべて僕だけが抱きしめた、ね、いろんな歌を歌っていますんでね、頑張っていきます。ではマスカットから1曲、歌いながら、だんだんとこうフェードアウトして終わっていくというね、まあ、どこまでお届けできるか分かりませんけどね。じゃああのあんまりコンサートでも歌ってないような歌をね、一曲特別歌いまして、お別れですね。どれがいいかな。ちょっとね、明るい歌もあるんですよ。アップテンポのね、イコールって歌なんですけどね、イコール。ね、歌をお届けしながら、まあ、どこまで行くか分かりません。あの、まあ、途中でグッと下がっていってしまいますけどね、あの機械の故障ではございません。お見せできるところまで、お見せしようかと思いますんでね、ではまた来月2月からもね、頑張ります。まだしろ2016年体に気をつけていい年にしましょう皆さんでね、ではまた
生佐久間会える日を楽しみにしてます。どうもありがとうございます。あ、ウォーキングの途中なんでちょっとジャージですいませんでしたね。ウォーキングの途中ってことないですけどね、あのウォーキングしてきたところですからね。では健康に気をつけて、運動も大事ですよ、ね、塩分控えめ、食べ物ね、フルーツ大事ですからね、体に気をつけて元気で笑顔で会いましょう。ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。佐久間秀樹でした。ではイコール。